皆さんこんにちは。50代からの大人の美容についてお伝えしています。炭酸美容家の高橋ひろみです。今日は以前にアップしたグレーヘアや白髪の続編の動画になります。グレーヘアへ移行するために今髪をちょっとブロンドと地毛の黒とそして白髪っていうのがうまくこう混じり合って、共存できるような感じで今進めているところなんですね。で、今日は前回美容院に行ってから約4週間後の、美容院になります。で、本当は6週間に1回でいいっていうふうに言われてたんですけども、この間予約を取るときにお店に行ったら、その担当の子に、なんかもう来てもいいかも、みたいなことを言われたので、4週間目で美容院に来てみました。またね、この美容院の時間がですね、多分5時間ぐらいかかるので、ちょっと覚悟が必要なんですけれども、またどういう風に変わったかっていうのを、皆さんとシェアしていきたいなと思いますので、よかったらぜひ最後まで、ご覧ください。ちなみにですね、今、内側がね、こんな感じで、白髪もだいぶ伸びてきて、金髪にしたところもだいぶ、伸びてきているっていう感じですね。で、内側は相変わらず黒いという感じになっています。なので、ちょっとこの辺のね、このトップのちょっと伸びてきたこの辺りもですね、なんとかしつつ、うまくその白髪と黒髪とゴールド、ブロンドヘアがうまくこう馴染むような感じにしてもらえるといいなと思っています。というわけで、今から美容院に行ってきたいなと思います。今日はね、すっごい嵐でめっちゃ雨降ってて、もう外雨なの、歩くの嫌なんですけど、そもそも傘とか持ってないので、傘差して歩いてる人とかも多分いないんですよね。はい。で、ちょっと駐車場が今日は、店の前に見つけられなかったので、ちょっとびしょびしょ覚悟で行きたいなと思います。というわけで、では、行ってきまーす。はい、というわけで今日はですね3時間20分かかって美容院が終わりました。でも私はもっと5時間から6時間ぐらいかかるかなと思ってたので良かったです、早く終わって。はい。でですね、一応こんな感じにね、仕上がっております。ブロンドを少し増やしてっていうのも伸びてきて、やっぱり黒髪が多いので、伸びてきて重たくなってきたので、ちょっとブロンドを増やしたっていうことと、白髪は染めてなくって、白髪と、うまくね、黒髪と、あとブロンドの部分がブレンドインするように、仕上げてもらいました。結構ね、遠くから見ると、こんな、感じなんですけど、下の方が見えるかな、こういう感じで下の方に行けば行くほどちょっとブロンド感が増すみたいな感じで、でなんかね、出来上がりって言ったらなんかみんなそのサロンのヘアドレッサーの人たちとか、あとお客さんもめちゃめちゃいいじゃないって言ってくれたんだけどね、どうなんでしょう。結構すごくストレートにしてる人ってこっちすごい少ないので、もしかしたらそういうのもあるのかなと思うんですけど、なんか「いいじゃない」ってすごい褒められた嬉しいですよね、なんかね。というわけでこんな感じに仕上がったんですけれども、結構私何回も言ってますけれども、ニュージーランドの美容院って本当に雑なんですね。でなぜかというと、まず私今日はちゃんと眉毛をね描いていったんですよ。それなのに終わってみたら、ほら眉毛がないね。こっちもすごいでしょ、ひどいよね。私こっち側が眉毛がないので描かないといけないんですけど、もう美容院が終わったら眉毛がなくなっているっていうのは、もういかにその雑さがお分かりいただけるかなと思うんですけども、もうねシャンプーの時の水が冷たいのは当たり前なんですよね。もう冷たいみたいな。
で、やっぱりこう、すっごい雑だから、大雑把だから、だからもう、わしゃ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 っていう感じだし、びしゃ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 っていう感じなので、結構ね、慣れちゃって、もう私も普通にしてますけど、最初は本当にびっくりして、あまりの雑さにびっくりして、いや、もしかしたら、ヘアドレッサーによって、そのね、担当のね、美容師さんによってなんか、もしかしたら丁寧な人いるかもしれないんですけども、私がまあ、何人か、ニュージーランドで、やっていただいた方たちっていうのは、みんな雑だったので、こんなもんかなっていうふうに思っています。でもね、本当にカラーリングは上手です。うん。すっごく細かくカラーは、やってます。結構ね、カラーというか、その、白髪の人たちが真っ白に、染めるっていうのも結構やってる人多くて、案外ね、シルバーグレーの綺麗なおばあちゃんたちっていうのはちゃんと美容院に来て真っ白くしてるっていうことも分かったので、驚きです。はい。なので結構ね、皆さん美容院でカラーでこう髪をね楽しまれているっていう方がすごく多いので、毎回ね美容院に行くたびに私もなんかへーとか、あ、そうなんだって思うことがすごいたくさんあります。はい。今日も見てくれてありがとうございます。この動画が良かったよっていう人はぜひグッドボタンをお願いします。コメントがあればぜひコメントの方もよろしくお願いします。このチャンネルではアラフィフや50代からの大人の美容についてお伝えしています。よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。また次の動画でお会いできるのを楽しみにしています。それではね、またねー。